んにちは、きのこ侍です。今日はこちらの、アサリですね。アサリと、3種類のキノコ、そしてネギを使ってですね、アサリの、キノコ白ワイン蒸しを使ってやっていきたいと思います。キノコは、食べやすいように、ざっくぎりで、処理していきます。こうつまみやすいように。縦に切って大きく、こちらの、白い部分、食感の白い部分を使って、歯ごたえを出していきたいと思います。白い部分、少し水分が出てきたら、キノコの出汁と、オリーブオイルを使ってニンニクを加えていきます。はい、それでは、ハマグリを、入れていきましょう。少し貝が空いてきたら白ワインですね。白ワインをかぶってかけて、蓋をして、蒸していきます。中火で8分経ちました。さあ、では開けてみましょう。うん、いい香り。あ、しっかり開いてるな。ちょうど貝の出汁と水分の量がいいバランスです。これに、先ほど切った、長ネギを加えていきます。いただきます。舞茸を一緒に乗せて、あ、いいね。この、旨味がグレート。貝の旨味と、キノコの旨味で、ネギの食感を合わせると、めっちゃくちゃうまい。で、一緒に白ワインを合わせて飲むと、爽やかな、ぜひお試しください。絶品です。